皆さんこんにちは、今日のともみです。今回は生理4週目におすすめのポーズをご紹介します。生理前のうつうつと落ち込みやすい時期なので、しっかり胸を開くポーズでポジティブにしていきましょう。これから指のポーズを行います。このポーズはうつ伏せから始めていきましょう。うつ伏せの姿勢になったら、両手は後ろに伸ばし、右の足、左の足と膝を折り曲げたら、足首を両手で掴みます。鼻からたっぷり息を吸って、吐く息で胸を開きながら、もしも余裕があれば、膝を今から持ち上げていきます。このままここで3回呼吸を繰り返していきましょう。3回目の半呼吸が全部終わったら、ゆっくりと解放して、またうつ伏せの姿勢に戻ります。これをここからあと2回繰り返します。もう一度ゆっくりと胸を開き、両手で足首をつかんで、余裕があれば膝を床から離します。3回呼吸一緒に過ごしましょう。これから、ハン抜きのポーズをご紹介します。まずは、右足を外側に開き、つま先は正面に向くようにセットしましょう。両手は肩のラインに開いて、鼻から吸って背筋を伸ばします。吐く息が始まったら、ゆっくりと上体を右に倒して、左の手が天井方向へ向くように、姿勢はその親指の爪先のその先を見つめていきましょう。ここで5回呼吸一緒に過ごしていきます。1 2お腹の力で支えます。3肩の力抜いて4 55回目の半呼吸が全部吐き終えたら、ゆっくりと上体を元に戻してきて、ここから反対の足を行います。右足を元に戻し、左足を外側に開きましょう。つま先は正面に向けて、骨盤まっすぐセットします。両手肩を抱いて、鼻から吸って背筋伸ばしてから、吐いて上体を左に倒します。右の手肩、お腹の力を使って、1胸を開きます、2お尻が後ろに出ないように、3首肩リラックスして、4 5 5回目の半呼吸が全部吐き終わったら、ゆっくりと上体を元の位置に戻しましょう。ビクトリーポーズをご紹介します。まず両足を肩幅の2倍くらいに大きく開き、つま先を外側に向けます。でここから膝を折り曲げていくんですが、膝がつま先方向に行くように曲げていきましょう。鼻から吸って、吐いて右の手で右の内ももを押しながら、体をねじって、左の肩越しに後ろを見ていきましょう。ここで3回呼吸します。1 2もう
もう一個お尻落としてみましょうか。3ゆっくりとセンターに戻して、スイーキ吐く息が始まったら、今度は左の手で内ももを押し、右の肩越しに後ろを見ていきます。肩しっかり入れていきましょう。1、2、深くゆったりした呼吸を意識して、3、ゆっくりと真ん中に戻します。あと2回頑張りましょう。吸って、吐いて、左にツイスト、センターに戻し、反対行きましょう。少しずつ体がほぐれてやりやすくなってるかと思います。1、2、3、吐けていたら元に戻して、あともう1回だけ頑張りましょう。吐く息が始まったら体をねじって、1、腰もよく低く落としていきます。2、3、真ん中に戻して、これが最後です。吐いて、左の肩ぐーっと前に出して、内もも外側に開きましょう。1、2、3、3回目の半呼吸が全部吐き終えたら、ゆっくりと解放して元の位置に戻りましょう。ラクダのポーズをご紹介します。まず膝立ちになったら、足を腰幅で広げていきましょう。両手を腰に添えて、胸から開くように背中をゆっくり反らせていきます。ここでも全然十分効果があります。もっと余裕があるよっていう方は、つま先を立てて、かかとを掴んでみましょう。肩の後ろにだらーんとリラックスします。もしもこれでもっといけるよっていう方は、足の方を寝かせてかかとを掴みます。今日の私はかかとを立てた方が、つま先を立てた方が呼吸が安定するので、こちら側で一緒にやります。皆さんは自分の心地のいいところで一緒に3回呼吸を繰り返しましょう。それではポーズを取ったら、胸を開き、首肩を脱力します。3回呼吸いきましょう。1、2、3、下に降りている方は両手を